こんにちはカールです今日は HSMS ホストアプリケーションを0から10分で作ってみたいと思います C シャープを使います最初に Visual Studio 2019を立ち上げます Visual Studio 2022やもっと新しいバージョンを使用することもできます新規に C シャーププロジェクトを作ってみましょう WinForms で作ります C シャープ Windows デスクトップをドロップダウンリストから選択してフィルターにかけます。.NET Framework の WinForms が表示されます。NEXT ボタンを押します。プロジェクト名を入力します。プロジェクトの保存場所を指定することもできます。Dorian が .NET Framework4.8 を使用しているためバージョン4.8を指定します。Create ボタンを押します。 新規に C シャーププロジェクトが作られました。ドリアン HSS ビューコンポーネントを画面に配置します。ツールボックスを開いて HSS ビューを選択します。ドリアンにセレクトリクエストメッセージを自動送信させましょう。 オー置シミュレーターは同じパソコンで動いています IP アドレスはそのままにしポート番号プロパティを装置シミュレーターと同じ5000に設定しますオブジェクト名を HSMS に変更しプログラムからより簡単に使えるようにしますアプリが起動したら自動的にシミュレーターに接続するようにします ロードイベントにプログラムを書きます hsms.connect="true」h s connect としますではシミュレーターに接続できるか実際に動かしてみましょううまく接続できたことが確認できます次にドリアン SECS2 コンポーネントを追加します一つは受信メッセージ用です もう一つは送信メッセージ用です細かい話ですが見た目が良くなるよう同じ大きさにします通信ログが見えるよう ドリアン、ログコンポーネントも配置します3つの機能を実装します S1F13 メッセージ通信確率ですね S2F41 の pp セレクトそしてスタートコマンドボタンを配置します 文字を S1F13 に変更します2つコピーを作成し PP セレクトとスタートに変更します オブジェクト名も変更しますメッセージインメッセージアウトそしてログ短くてかつ直感的に分かりやすい名前を付けましょう受信イベントを処理しましょう HSMS コンポーネントをダブルクリックするだけです受信したメッセージをメッセージインの メッセージプロパティにセットします SML をログに表示させますでは再び動かしてみましょう セレクトレスポンスメッセージが SECS2 コンポーネントとログの両方に表示されているのが確認できますでは SHF13 メッセージを送信してみますメッセージを SML 形式で記述できますセクシンプロ方式の SML を書くこともできます しかし C++ プログラミングに慣れているのであれば JUS ソフト形式の方がわかりやすいでしょうそしてメッセージを送信しますログに追加するのも忘れないように。 また実行してみますボタンを押すと SHF13 が送信されますそして SHF14 が返信されました PP セレクトメッセージを作成してみましょう SHF13 とほとんど同じですのでコピーします s 二 f 十一に変更します sml を書きます ppSelect はやや複雑です c シャープは複数行の文字列をアットマークをつけることで記述できます。 ppid レシピ123 pp セレクトを試してみましょう SHF13 を送って pp セレクト動きましたね完成までもう一息です スタートコマンドを送信します、PP、セレクトをコピーしてきますスタートコマンドは普通は非常にシンプルですこんな感じですさあ実行しましょう SHF13 p p セレクト そしてスタートすべて動きました装置シミュレーターは処理に応じてイベントを送信してきますまあこんな感じで C シャープソースコードはたったの66行です非常にシンプルで短時間で作成できました以上ですこのビデオで理解が深まったかと思います